あ、やべえ。始めたのはいいんだけど、酔ってきた。さっさと船に出そう。早くない？早いよ。早いよ。出さないとやばい気がする、これ。俺死ぬんじゃねえかな。よし。早く出航しよう。はいはいはい。はい、やろうとも。準備はよろしいでしょうか。はい、おさあ、久々のね、出航にちょっと僕は楽しみにしていますよ。よしよし。本当だよ。もう吐きかけだけど。すでに吐きかけじゃないか。行きましょう。そう、関係ないけど、船長誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。10月24日、私の誕生日でして、ありがとうございます。10月24日、はい、前回の撮影日から何日後だ ?2 ヶ月。約2ヶ月半ぐらいかな。シロン君さ、レーダー見てくんない？そういえば、レーダーなんてあったな。8時の方角に847メートル。離れてますね、今これ。現在近づいておりますね、これ。大丈夫、大丈夫、OK。近い。はは。もう早速忘れてるじゃん。俺らこうやって何もかも忘れるからっつって、この本のところにメモ帳を立てておいたのを忘れてる。そうだ。世界この島探索。探索しないよ。もう出てきちゃった、僕ら。何にもしない。ああ、もうしまい、ちょっと。もう一回あげちゃったよ。あげちゃったよ。この俺たちごめん。ちゃんと対策してたのに、俺ら想像以上にバカだった。しかもこの本に関して、そこにいたよな、船長。そうだね。俺はもうさ、もう1階にしかいないから基本的にもう。そうだね。前のことなんて料理人だもんね。だって3時やってるもん、ずっと今井さん。俺一人だけだからクッキングフィーバーだっつってあと今日ちょっと僕できるだけカメラマンを徹底するんで、前回ね、そう、画面ゆれゆれだったからね。酷評だったので、ね、そうですね。ちょっとひどかったですね、前回はね。いや、主に僕だから、ね、だでもさ、考えてみろ、ラフト超むずいぞ。ちなみにバスさん、毛玉は今どこだ？今ね、海のところで跳ねてるね。どこ？跳ねてる跳ねてる。どこ？跳ねてる跳ねてる。拾ってた熱い手が拾えなくて段ボールになっちゃった。あ、オッケーオッケー。またさ、そうやってさ、段ボールにしてから運ばせるって。やばいやばい。拾えなくなっちゃった。めっちゃ段ボールやん。めっちゃ段ボール。めっちゃ段ボール、めっちゃ段ボール。マジかよ。ちょっと待って、ここはちょっと画面が荒くなりますけど。ここら辺拾っといて。拾えない。失礼しました。ここら辺置いとくからよろしく。あ、やべえ、ダンボール。ここら辺置いとくよ。おお、じゃあ整理整頓しときますね、僕は。あ、正面不明。船。あ、行きたい、船行きたい。待って、船行きたい。俺が行ってくる。というかさ、ほんとびっくりするぐらいサメがすごい勢いでバサの追いかけ。俺かい、俺にいるんかい。今サメがいないねなんていう話してたのに、今サメ来ないねって。そう、サメ来ないねっつって。あ、待って、前方に島あります。ん、なんだあれ？え？何あれ？お？何？なんだあれ？え？あ、ついに来た、ついに来たか。なんだあれ？いや、俺らからは何も見えていない。見えない。何あれ？あれ完全に。あ、なんか島があるね。偵察部隊。ガチヤグラ。あ、いや、何あれ？ガチヤグラだ。ガチヤグラ？ガチヤグラがある。人工物がある。どこよ？ね、マイクラと一緒でね、カメラの四角、画面端ギリギリに四角を持っていくと見えてくるよ。ああ、もう待たせ、あれが、あれ、岩井さん見てくれ。本当だ。こっち。あ、でけえ。なんだあれ。でかくないの。やっぱり290m先だ。近い。あれだ、あれ。なんだ、え？この世界はどうなったんだよ。黒猫が来たわし、先にあそこ到着しそうなんだけど。遅くない？あら、でかいな。レーダーあるやん。あるって、ガチヤグラ。ついに、あれなんだ。ついにこの世界にまだ生き残りがいたのか。人いるかな。どうなんだろう。人ね。ガシしてそう。とりあえず竹槍だけ持っとく。竹槍。あ、いるじゃん、人。あそこに竹槍持った原住民。俺か、俺か。ダメだ。あ、いる。あれか。踊ってる。あれ、大丈夫か、あれ。槍で威嚇してきてないか、こっち。あれ、シャークヘッド族だ。シャークヘッド族？あ、投げてきた。すいません。あ、やばい。俺から捕まる。やべ。やべ、捕まる。怒り下ろせ。ちょっと待って、俺の服は回収できなくなったんだ。初の人工物に上陸するということで。おー。そこですか？ということで、皆さん、ちょっと、サムネをね、作りたいんですよ、僕。サムネ映えをね、させたいです。サムネ映えさせてください。サムネ映え。ねえ、これ思ったんだけどさ、近い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 。中にサメが船壊したらどうなるの？だから俺らはもう帰る場所がなくなる。やばくない？あ、鳥。鳥置いとけよ、置いとけよ。あれで卵産んでくれるから、ほっといた。誰かさんは肉を欲してたからね。ということで、皆さん、準備をしましょうか。大丈夫？はい。あ、これ、サメの頭取った方がいい？大丈夫？サメの頭つけてて大丈夫だよ。本当？はい、ということで、皆さん、後ろを見てください。はい。はい。
こちらがすごい、その場所となってるんだけども、まあ頑張って漁りましょう。遅め遅め、レーダーに乗ってたから。全員登れねえ。中にもあるぞ、ちゃんと、ま、窓ガラス割れんのこれ。中にもあるぞ。中入れるよこれ。そうそうそう、窓ガラス割れねえ。そうそうそう、一階もある、ちゃんと。すごい、あ、すごい、下もめっちゃあるじゃん。下もある、下もある、下もある、入れるじゃんこれ。下もあるけど問題は下結構しんどい。酸素がない、うん、これどうやって登るの。めっちゃある。ほっ、あ、来た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 、上、これだ、上、これだ、これじゃない、ここじゃない、最後じゃない。あ、なるほどね。なんかある。お、なんか実績。何も何も何も、ちょっとちょっと待機で、待機でお願いしますよ。はい、待機でお願いしますよ。大祭暗いからね、カメラ的にはきついからね、ライブ今。そう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 、英語で書いてあるけど読み上げるのは後の方がいいか。そうだね、集まってからの方がいいね。はあ、なるほどね。バック、え、でもそういうことだよね、これ。ああ、うん、こう書いてある通りでしょう。どねが、オッケー。あ、来て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 来ウトピア、父さん来た？ウトピア、ユートピア、ユートピア、あ、ないないない、読み上げますよ。はいはいはい。こっちの左側から行きます。2020年、これはちょっと短いな、はい、23日かな？はいはい、5月23日だね。5月23日で、すべてのアイスが溶けるとサイエンティスト、科学者たちは予想している。2年以内にと。はいはい、氷が溶ける。で、はい、ウォーターレベル、水面の、水面が、数百メートル上がると予知されると。はいはい。で、こっちですね。2023年10月16日、うん、オーストラリアが完全に水に覆われてしまった。うん、あ、本当だ。沈んだ。うん、あらー。で、28年2月20日の地球はこんなことになってるよと。ブレイキングニュース。ブレイキングニュース。まあ、よく使われる。あれだね、これが2020年のってことは、でもこれ2021年だから。今井さんが何か喋ろうとして。ブレイキングニュース。オーストラリアコンパルトリートリーカバルインウォラー。わら、読めてないよ。わら、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 とりあえずこいつをメモっとかなきゃいけない。FGHI なんとかってやつを。どこ？どこどこ？この、いや、バッテン印になってるやつ。ああ。そうするとこの、ああ、このユートピアを目指すのか。次俺たちが目指す場所は H と I の間か。うん、そこになるってことだね。どこだよ、 H と I ってわかんない。H と I がわかんねえ、まず。H と I の間にあるんですね、何かがね。レーダー H と I っていうのもさ、あの人たちが、そのあれ書いた人たちが決めたことであってさ、僕らはこれは、どこが H が I かっていうのが。そうだね。もう僕らの常識では H と間の、ね、H と I の間にあるのだけっていう話ですね。せやな。完全にもうそれしか浮かんでなかったわ。ね。すげえ、2階に整理整頓って書かれた看板が。もうそれもね、さっき聞いて。あ、これなんだっけ、インゴットとかってどこ置いとけばいいんだ。インゴットは2階に今いる。金属超つがいとか持ってた。ヨーコロの近く。マルコポーロ。どうした？毛玉。マルコポーロ。どうした？マルコポーロ。うん。バッサンは声ちっちゃいし。あの、結構揺れるんだね、このゲームって。全然揺れるでしょ。思い出した？思い出したかい？このゲーム揺れるね。船長、ちょっと待って、船長ね、今ね、あのラフトのウィキ探してるから。ちょっと行ってる？うん。ラフトのウィキ来たな、お前今。お前この釣りどうせないか調べてたのか、さっきから。いや、わかんない。通りで何も言わねえわけだよ。さあ。